派ですがかっこいい、ペールライダー乗っていきたいと思います。我が軍の勝利のためにベル、では出撃します。指揮官から指示が届いた。攻撃開始、敵を近づけるな。この機体は2014年7月30日に配信開始された DX ガシャコンボリューム15で実装されました。コスト320の強襲タイプの機体です。拠点を占領した。私を舐めてもらってはこの機体の特徴は固有モジュールの派手で、アクションキーを押すことにより発動する。指揮官先生に届けた。ハデスの効果時間は45秒で、武器力上昇、最高速度、ブーストチャージ上昇、武器の切り替え時間短縮、効果時間終了後オーバーヒートになり、効果終了後15後に再使用可能になる。武装面は、大まかに8種類から選択が可能で、頭部バルカン、90ミリマシンガン、ハイパービームライフル、ワングビームガンはゴールド設計図専用、ビームサーベル二刀流、脚部ミサイルポッド、180ミリキャノン、強襲型ロケットランチャー。大丈夫ですか。今回の私の装備は、90ミリマシンガンとビームサーベル二刀流と180ミリキャノンにしました。ありがとうね。ペールライダーは、プレイステーション3用のゲーム、機動戦士ガンダムサイドストーリーズの、機動戦士ガンダムガイデン、ミッシングリンクに登場するモビルスーツ。戦線に復帰する。機動範囲まで運搬を頼む。地球連邦軍のビレイ軍に所属し、エグザムをベースにして開発されたハデスが搭載されており、使用すると爆発的な性能を引き出すが、パイロットの肉体に対する影響も絶大で、専属のパイロットであるクロエクローケは負担に耐えるため薬物なども使用し強化されている。ペールライダーの由来はヨハネ目視録第4の口からで、地上の人間を死に至らしめる役割を持つとされる。指示が届いたか。この機体の感想ですが、出た当時見た目やエフェクトのかっこよさから買ってました。ハデスの降下時間が45秒と長いところが良い点です。敵本拠点に接近、突撃する。見どころなしの動画になりましたが、ご視聴ありがとうございました。敵軍は撤退してくれたか。俺たちの勝利だな。ずうずうしいですが、チャンネル登録よろしくお願いいたします。